こんにちは、大垣店のかすみと申します。今日引き渡し前のお客様のお宅をルームツアーさせていただきますのでご覧ください。今回外観はですね、シンプルな軒の出をなくした、可愛らしいモチーフとなっていまして、窓も横長の窓を使うことでシンプルな、デザインになっております。またアクセントで屋根の色だとかも茶色にすることで少し他の家とは違う印象を与えてくれていると思います。玄関はですね、入りまして右手の方に、シューズクローゼットではないんですけれども、ウォークインで使える、クローゼット、土間クローゼットですねがついておりまして、まあ、ここに、お持ちの家具だとかを入れていただいて、靴だとかをしまっていただいたり、あとは、小さいお子さんであれば三輪車を入れたりですね、ベビーカーなどを入れていただいたりっていうのも使えるような、収納スペースを作っております。玄関からですね、靴を脱いで上がりますと、すぐに、トイレ、お手洗いがあります。こちらも最近小さいお子様がいらっしゃるお住まいの場合だと、お子さんが学校から帰ってきた時とかにすぐに、トイレに入って、もらえるような形っていうのが好まれるようになってきておりまして、玄関ホールから入るお手洗いっていうのも多くなってます。で、今回はタイル柄のクロスですね、貼って、お客様もゆっくり過ごしていただけるような場所にしています。リビングを抜けた後に、階段があるんですけども、今回はこちらの階段のところに、扉をつける形の間取りとなっておりまして、よくリビング階段、最近、お子さんが帰ってきた時に必ず奥さんの前を通っていただいて、2階に入っていくという形でリビング階段を設けることが多いんですけれども、光熱費の心配もやっぱり出てくるということで、こういった階段の入り口だとかに扉をつけておくと夏とか冬とかですね、温度の調整がしやすくなるということで今回は扉を提案させていただきました。じゃあ2階の行きたいと思います。まず主寝室のご案内からします。はい、正面アクセントクロス、グレーのアクセントクロスを使っていただいて、6畳ちょっとですね、6.5 畳ぐらいの LDK という形になっております。でこちらは非常に景色のいい地域ですので、大きい窓を開けてですね、主寝室の向こうバルコニーの向こうにですね、山が見えて、田んぼが見えてというのを、暮らしの中でですね、季節を感じながら暮らせれるような形のお部屋にしております。でまた出身室の横にはですね、奥様の、家事だとかミシンをかけたりだとかっていうのができるような、スペース、奥様のための書斎スペースをご用意しております。でここで2畳弱ぐらいにはなるんですけれども、こちらも、外の景色を楽しみながら暮らせれるようにということで、ピクチャーウィンドウと呼ばれるような、風景を切り取るような窓を、つけてですね、向こうののどかな雰囲気を楽しみながら、まあ、あと明るいスペースでですね、過ごしていただけるようなお部屋にしております。アクセントのクロスとか、照明が可愛い、まあ、奥さんのお好みをそのまま生かしたようなお部屋になっているのかなと思います。奥の方にウォークインクローゼットがありまして、ここは 4.5 畳の広い空間になっております。でパイプとかはですね、片側だけにつけさせていただいて、残りのスペースは自由に使っていただけるようにすることで、まあ、これから家族が増えたり、まあ、いろんな家電製品が増えたりとかいう時も、季節物の家電だとかもしっかり置けるようなスペースを取らさせていただいております。こちらの扉を開けて、いくとですね、先ほどの階段横の廊下スペース、ホールに出てくることができます。なのでお子様の、服だとかですね、とかもこちらのファミリークローゼットという形で使っていくことで、衣替えだとかをしないでもここのウォークインクローゼットだけで家族皆さんが過ごせるような家事が楽な動線になっております。まず、こちらの部屋、女の子の部屋ですね。女の子の部屋、アクセントクロスもピンクという形にして、部屋としては 4.5 畳、まあ、ベッドだとか机だとかですね、本棚だとかをしっかり置けながらも模様替えをするぐらいの余裕があるけれども、まあ、あまり無駄に広く作ることなくですね、LDK に家族が集まるような、ことができる間取りとなっています。こちらに1畳分のクローゼットも用意していますので、まあ、お子さんだけの、まあ、例えば学校関係のものであったりだとか、あるいは制服だとかですね、といったものはここのお部屋のクローゼットで、足りるような作りになっております。
こちら少し雰囲気を変えまして、ストライプ柄のですね、クロス、アクセントに貼らせていただいて、広さは同じ 4.5 畳。で、奥に、1畳分のクローゼットが用意させていただいている形ですね。はい、じゃああと1階のですね、LDK のご案内をさせていただきます。LDK は今回、広く感じれながらもいろんなことをですね、いろんな過ごし方をできるような作りにしようということで、まずメインとしてリビングがあるんですけれども、ダイニングのテーブルを置く、本来だと置くような位置に大きいカウンターテーブルをご用意させていただいて、作り付けのダイニングスペースという形ですね、作りにさせていただきました。で、奥はですね、電話を置いたりだとか、インターネット関係だとか置いたりだとか、何かとこう置くものっていうのはリビング必要になってくると思いますので、LDK の雰囲気を壊さないながらも、可愛く、実用的に使えるような収納もご用意させていただきました。こちら側、リビングの横にですね、畳のコーナーですね、も 2.5 畳。お客様が来られた時に布団を引いたりだとか、できるようなスペースであったりだとか、あと奥、少しですね、可動な、高さが自由に変えれるような棚を付けさせていただいているんですけれども、お子さんのひな人形だったりですね、五月人形だとかを棚の位置を変えることで、飾ったりするようなこともできるようなスペースとしても使えるような、ただ普段は、収納スペースとしても使えるよということで、生活スタイルに合わせて、変えていくことができるようなご提案になっております。そちらは大きい窓を作ってですね、あと、今工事中にはなるんですけれども、コンクリートデッキですねを今作っておりまして、リビングから庭へもコンクリートデッキで出ていけれるような形にしております。ただ、実はですね、こちらは住宅街の一角にあるっていうのもありまして、そこ以外の窓がですね、大きい窓を開けてしまうとお隣の家が丸見えになってしまうというのがありましたので、東側の方になるんですけども、これはハイサイドライトといって、高い位置の窓だとですね、地窓と言いますけども、畳コーナーの方も床に、接するような形での窓をつけることで、プライバシーを重視しながらも、明るさをしっかり、確保できるような、ご提案のデザインになっております。あと、対面型のキッチンですね、をご用意させていただいております。で、今回はそうですね、先ほども話をしましたが、コンパクトな中にも機能性をいっぱい詰め込むということで、この木のところに作られた料理を置けば、すぐにそちら側で受け取ることができて、もうそのまま食事を取れるような、家事が楽な作りになっているんですけれども、それ以外にも、この奥にパントリースペースですね、ご用意しております。で、ここで大体1畳弱ぐらいのスペースになるんですけれども、買い置きのものだとかですね、あと、今だとリサイクルのゴミ関係とかですね、そういったものは、隠していきながらも、メインで見えてしまう部分ですね、キッチンの後ろの家電、置き場だとか食器棚のスペースは最低限のですね、可愛らしいデザインを優先しながら作っていけれるような、窓にしております。で、今回もキッチンの後ろですね、収納スペースは、弊社の大工の方に作ってもらった家具にしております。で、今回はこういうジャーを置いたりですね、ポットを置いたりするような、引き出し式の、スペース。あと、ゴミ箱を置けるようなですね、オープンなスペースと。で、少し雰囲気を変えるためにですね、今回の造作のこちらの食器棚の方は、エイジング加工をした、白ペイントですね。ベースは木目の木の色を生かした作りにしていますけれども、家具の扉の部分に関しては白く塗った後に、さらに少し年数が経った感じが出るようなエイジング加工というのを施してですね、少しペンキが剥がれかかっているようなエイジングを見せている形にしております。はい、あとキッチン、横に行くとですね、今度水回りのスペースがあります。洗面脱衣スペースになるんですけれども、その洗面脱衣スペースの横に、ユニットバスですね、入ってすぐ正面にアクセントパネルがですね、来る形の照明となっております。で、あとは、こちらの洗面脱衣スペースですけれども、実はですね、洗面脱衣の向こうにランドリースペースがある形となっておりまして、で、ここで、およそ5畳ぐらいのスペースがありまして、こちらにもカウンタースペースを用意しておりまして、こちらは立ったまま用とかですね、かけれるような
高さの、カウンターとなっております。であとこちらの部屋は、南側にちゃんと窓を作ってですね、天気がいい日とかはですね、こちらも先ほどのリビングの、コンクリートのデッキと一緒にこちらもつながっておりますので、外の方に、出して洗濯物を干せるスペースにもなっております。先ほど紹介が、遅れたんですが、今回は洗面スペースも、こちらも造作という形の、洗面台になっております。カウンターとですね、洗面ボールと、一緒に選ばせていただいて、であと一面鏡ですね、つけさせていただいて、少し隠したようなものはこの中に入れながら、使っていけるような作りになっております。はい、じゃあ以上で、今回のルームツアーの方を終わりたいと思います。また概要欄の方に、弊社のホームページが載っておりますので、そちらの方に施工例いっぱい載っております。ぜひ参考にご覧ください。また、チャンネル登録、高評価お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。